上から、チェロ、コントラバス、ガドゥルカ、ケメンチェの弓を音楽において、弓とは、殺弦楽器で弦を擦るための器具を言う。普通、木製の竿に、馬琴を貼って用いる。楽器により、短いものでは10センチ程度から、長いものでは、日本の呼吸の1メートル近いものまで、様々な、長さがある。また、馬琴以外にガッとアサイト、浅いと、ロモを用いるものもある。 現代のバイオリン族の楽器にあっては、木で作られ、両端に馬の尾の毛を渡して、張力を持って張っているが、その木の形は、武器の弓のような C 字型ではなく、シグマ字のように逆向きに湾曲している。現在のスタイルになるまでに、イタリアのコレッリが毛を強く張るよう改良し、さらに、タルティーニ、19世紀フランスのトゥールットなどにより、改良が加えられ、完成された。 木材の材質には、良質の弓にはブラジル木が使われる。ただし良質の木材は近年枯渇気味と言われ、近年では炭素繊維強化プラスチック製の弓が増えつつある。より古い楽器や西洋以外の殺弦楽器の弓は、CA 字型をしているものが多い。和楽器である呼吸の弓は、非常に長く、また毛の量が多く、しかも緩やかに貼る。弓の差は逆向きにやや反っている。 これは、江戸時代初期の音楽家八橋兼業の改良によるもので、その後はさらに長くなった。八橋による改良以前は短く少量の毛を強く張っていた。現在でも民謡で用いる呼吸では、そのような弓を使用する。馬の尾の毛の部分で楽器の弦を擦るが、毛だけでは摩擦力が不足するため、松ヤニを塗る。なお、弦楽器の他、ビブラフォンの音版や、 のこぎりや釘を弓でこすって演奏する音楽もある。ありがとうございます。